はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介しますのが、私のトヤギターシリーズの中でも一番のフラッグシップモデル TD101 のベアクロー。どうですかこの柄、すごいでしょ。これね、長野県の Y さん、Y さんからのオーダーでいただいたんですけども、こちらのオーナーさんね、私が TD の 2B の頃だったかな、その頃からのお付き合い、させていただいているオーナーさんで、まあ、徐々にステップアップされて、今回、こちらのフラッグシップモデル TD101 へと、ついに発展してきました。でね、こだわりを持たれたオーナーさんでね、人と同じじゃつまらないということで、こちら、コンター加工、これを入れて、トップ材にはこちらシトカになります。シトカスプルースのこのベアクロー、もう皆さんにじっくり見せちゃう。もう、相当のね、柄の入ったもの。これね、メーカーもので作ったら一体いくらするのっていう、そういう世界ですよね。今回はまあ、こちらのギターを紹介させていただきます。それともう一つ、従来私の方でね、在庫として持っていたもので、同じくこちら TD の101、これはフルノーマルのモデルになります。これがありますので、ちょっとこの2台をね、比較して今日鳴らしてみたいかなというふうに思ってますので、お願いします。ではまずこちらの、Y さんのギター、細かいところで紹介させていただきますね。ヘッドの形状はこちら、ノーマルになります。それとゼロフレットを装着して、この指板の柄ですね、これ結構皆さんから引き合いの多い、デザインで岩永桜と呼んでます。で、指板の方には、これは新人工指板だったかな、そちらの方を採用してます。そして、こちらブリッジの方にもこの桜の柄がね、入ってくる、そういうものになります。そしてトップ材、ベアクローはね、入手可能なのがシトカになりますんで、シトカのベアクロー。そして側背面見てください、このココボロ、この柄とそこにアバロン貝、これ全部埋め込みですよ。これをやってある、タイプですね。この柄がね、そう簡単には入手できないんです。これも私のこだわりです。もう柄のね、いいものが出てくるまでは、オーダーしない。資材屋さんの方でね、ちょっといいものが出たっていう時だけもその場で抑えちゃうっていう、そういうふうにやってます。結構大変なんですよこれ。ね、まあ、そんな感じでこちらの TD の101の、ベアクロモデルのご紹介になります。で、一応ノーマルモデルとの比較でね、まあ、基本的には指板のデザイン、それの違いになります。こちらの方が、まあ、高精細モデルという形で、こちらのもゼロフレットをついてますね。こういう柄になってきます。そしてブリッジのデザインがこちら、そして側背面、これもココボロになります。TD の101、81、61というのは全てこう背面にココボロを使ったモデル、これもすごいでしょ。これもね、私のこだわりです。この柄の入って、柄のすごいやつって言ったらいいのかな。もう本当に、いいものが出てくるまでオーダーしない、発注をかけないみたいな、そういうところがありますんでね。こちらの2台ということで。で、違いが、こちら、Y さんのギターというのが、トップ材がシトカであるのと同時に、ブレーシング構造、これが、フロントシフトの WX になってます。フロントシフトの WX 構造ですね。で、全体的にはこう、なんて言ったらいいのかな、低域から高域までつながりのいいバランスの取れた音色をするのが特徴ですね。こちらとの比較ということで、じゃあ早速音の方行ってみたいと思います。あ、でね、ちょっとこれ事前に申し上げとかなきゃいけないのが、現行のセッティングが違います。こちらはちょっと低め、こちらが、標準的な設定になってきます。これによってね、ちょっと音の響き方ってのも変わってきちゃうんでね、これちょっとそれじゃ比較にならんだろうって言われちゃうかもしれないけども、まあ一応シトカとこちらイングルマンスプルース、そこの違いというふうになってきますので聞いてみてください。ではまずこちらシトカの WX ブレーシング、こちらの方からいきます。いいこともじゃらんから。はい、じゃあ定番のコード進行いきます。
これが、シトカダブル X 構造のココボロの音色になります。はい、じゃあこれ続いてこちらのイングルマンですね、イングルマンでこちらは通常の、構造になります。フロントシフトの、X 構造、ここがちょんちょんとこう骨組みの入っているタイプですね。一般的な、構造になります。じゃあこちらでちょっと音色の方いってます。まず E コードのジャランから、明らかに違いますよね。わかります？じゃあ定番のコード進行、はい、こんな感じです。音量で言うとね、イングルマンと通常の、構造の方がドカーンとなるんですよ。ストロークなんかね、まあ私はほとんどストロークですけども、そういったものが向いた、感じですね。で、シトカーを使った場合、下から上のつながりが優しいんですよ。でこれはシトカーの音色っていうのがね、下の厚みはまああるんだけども、同じように、あるんだけども、攻撃に行ってこう優しい感じ、この攻撃の、繊細な広がりというかね、それがします。でそこにダブル X 構造に、なっているので、このダブル X にやってもこう下から上までのねつながりというのが良くなってくるので、これ性格的にこの2台、もう本当に正反対の、ギターになります。もう同じギターでも素材、それと構造、それを変えただけでここまで音色が違うということでね、もう一度さっきの E コードのジャランが分かりやすいと思うんで、皆さん何度も聴いてみてください。やろうかな。はい、これと、今度こちらはイングルマンと通常の X 構造。わかりますよね。もう本当にね、演奏する方の好みで変わってくると思います。で、まあ、こちら、指弾きだとか全体的にね綺麗に鳴らしたいっていうと、このシトカーの音色っていうのもこれありだと思いますね。でダイナミックにドーンと鳴らしたいっていうと、通常の、構造にこちらのイングルマン、を使ったものが、いけると思います。でね、この動画の後にちょっとね、私の個人的に持っているあのギター、こちらTD の81なんですけども、こちらもココボロを使ってます。でトップがこちらアディロンダックを使ってます。ちょっとねこの3台の弾き比べということで動画作ってみたいと思います。ちょっとね尺の関係で一旦ここで切らさせていただきますけども、この後の動画も皆さんちょっと楽しみにしてみてください。はい、じゃあ今日はこちらね、主だったところで TD の101長野県 Y さんご指定のこちらのベアクローですね。ね、ベアクロー皆さん欲しいって言って楽器屋さん行ったってほとんど並んでないですよね。もう希少品になります。欲しいなと思ったらご一報ください。お待ちしております。はい、それじゃあ今日はどうもありがとうございました。